はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、煽るつもりはないんだけれども、現状をしっかりと視観してみると、アメリカアマゾンアカウント、なるはやで作っておいた方がいいよという話をさせていただきたいと思います。なるはやって言った で、なるべく早くって言ったってやっぱり資金的な問題だとかご家族に相談しなきゃいけないだとかお仕事の兼ね合いなどで今すぐアメリカアマゾンの物販を始められる環境にある方って少ないとは思うんですねだからあくまでもせかすつもりはないんだけれども現状のアマゾンのアカウント申請アカウント登録の厳しさを考えてみるとそしてこの 4年5年間のアマゾンの流れっていうのをしっかりと時系列で捉えてみると早めにアカウントを作っておいた方がいい早めにアカウントを作るだけじゃ実はダメなんですよ残念ながらプラス実際にアメリカアマゾン物販っていうのを始めておいた方がいいっていうのは言わざるを得ないんですそのことについてしっかりと歴史的なね この4、5年の Amazon の経緯も含めて話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 もともとアメリカアマゾンのアカウントって本当誰でも作れたしアカウントを作った後にそのアカウントが一時停止されるなんてことはなかったんですよ特に2014年15年16年っていうのは誰でも簡単に作ってアメリカアマゾン物販を進めることができたんですねそれだけじゃなくって日本のアマゾンにはグローバルセリングチームというアメリカのアマゾンで商品を売りましょうっていうのを促進するチームがいてそのチームの人から 営業の電話とかがかかってきてなんかアメリカアマゾンやりましょうみたいなことをむしろ後押しされるぐらいの環境作りだったんですねでそこがコロっと風向きが変わったのが2017年ですでこの動画の下の概要欄にも そしてこの動画の最後にもちょこっとね、関連動画っていうのを話せていただくんですけど、私2017年の4月28日かなあと5月2日、あと2017年の12月頃にですね、3本の Amazon 詐欺に関する動画っていうのを上げさせていただいたんですよ。 で、ヤフーニュースとかでもアマゾン詐欺がどうたらこうたらっていうことが取り沙汰されたのがその2017年4月5月あたりもしくは3月ぐらいなんですけど何が起こったかっていうとまあ、とにかくアマゾン詐欺で商品が送られてこなかったと商品を注文しても送られてこなかったでその被害者が増えているっていうニュースが一般的なニュースサイトとかにも出始めたんですね ただ、この一般的なニュースサイトに出ている情報って、ものすごく薄っぺらで、ほんと4分の1とか3分の1も語れていないぐらいの内容なんですよ。これから本当のアマゾン詐欺の実態っていうのもおさらいの意味で少し話させていただきたいと思います。これがアカウントの取得が厳しくなった一番の言語になっているって私は捉えているので。 話させていただきたいと思うんですけど、アマゾン詐欺っていうのは確かに表面的には商品を落札、落札じゃないか購入したんだけれども商品が送られてこなかったってことなんですよ。で、これさらに具体的に言うと、例えば任天堂のゲーム機だとか、当時は Wii とか Switch もあったのかなそこら辺の任天堂のゲーム機を1円出品してるわけです。自社発送のセラーが。 1> 1円かよっっってて言みんんなびっくりしたんですけどやっぱり中には、まあ、1円で本当に送られてくるかどうかわかんないけど Amazon なんだから別に本当に1円でって書いてあったらちゃんと1円で送ってくるだろうっていう安心感がまずあったんですよね。でそれプラスアルファ、まあ、万が一送られてこなくても1円だったら1円の損なんだから、まあ、大した損じゃないからっていうそういうギャンブル精神みたいなものも相まって多くの人っていうのがもう 相場価格よりもはるかに安い価格で出品されている、そういったゲーム機だとか、ゲーム機だけじゃないんですけど、いろんな商品っていうのをバンバン購入したんですよ。で、そういう詐欺セラーっていうのは非常に なんだろうな、戦略的で、その FBA の発送にしてしまうと、もう先に FBA に在庫、Amazon のオフィシャルの倉庫に在庫を入れてないと、そもそもその商品が販売できないわけですから、まず自社発送にするわけですね。で、しかも自社発送っていうのは、発送までの日数っていうのを、セラー側が決めることできるので、2、3週間後に発送しますみたいな感じで、時差をすごく作るんです。すそうすれば、少なくとも2、3週間って待つわけじゃないですか。 で、1円出品されているようなものっていうのを、ばばっと大量に出して、まあ少なくとも相場よりもありえないぐらい格安の商品っていうのをガンガン出して、で、売って、販売して実際商品は送らないと。しかしながらその2、3週間の時差があるので、その間バンバン売っていくわけですよね。で、これが、 アマゾン詐欺だと思っている方がいるんですが、これは氷山の一角で、ここには戦略があるんですよ。アマゾン詐欺って実は、まあ、ツーステップに分かれていてですね、この1円出品とか、その格安の価格で、どん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 商品を販売してくって、別に商品を送んなくたって、詐欺セーラーも1円しか儲かんないわけじゃないですか。それじゃあ詐欺になってないですよね。で、どういうことかっていうと、この一円出品だったり、破格で出品して先に料金回収するような売り方をするのって、 その、お金を取ろうとしてるんじゃなくて、購入者の個人情報を取ろうとしてるわけなんですよ。してたわけなんですよ。で、その、セラーっていうのは発送しなきゃいけないですから、お客さんの情報が入りますよね。名前とか住所とか電話番号とか。で、その情報っていうのを集めるためだけに、まず第一ステップとして、そういった商品っていうのを格安でボコボコボコって出していったんです。これは個人情報を盗むための手段なんですね。 で、この後が Amazon 詐欺グループの2ステップ目の、まあ、本人なんですよ。その集めたお客さんの情報を使って詐欺のアカウントを改めて登録するんですで、お客さんの情報なんだから登録できますよね。当然なんですけれども、皆さんちゃんと情報を書かれるわけですから、商品を購入する際に。で、その情報で登録して、そこで本当の詐欺行為っていうのを行うんですよ。 これによって何が起こるかっていうと、やっぱりまた2週間、3週間後に商品を送りますっていうことで2、3週間売りまくるんですね。そこでマジで売るんですよ。でも2、3週間後予定の日を過ぎても、はるかに過ぎても商品が全然届かないと。で、お客さんもふざけんなって言って、 その登録されている住所に連絡するわけですね。これ日本アマゾンでも、アメリカアマゾンでもおそらく起こってたこと。特に日本アマゾンで起こってたとは思うんですけど、当時の傾向とすれば。で、その購入したお客さんもふざけんなって言って電話すると、電話した先,先っていうのは、以前その格安出品とかで商品を購入した被害者のお客さんの電話番号とか住所のところに連絡がいっちゃうんですよ。 だから、電話をふざけんなって受けた側も、え、何の話ですかっていう話になるわけですよね。要するに、商品を販売している詐欺アカウントの登録情報のお客さんも、その、詐欺アカウントから商品を購入したお客さんも、両方とも被害者なんで、もう、どうにも解決できないっていう状況になっちゃう。これが、アマゾン詐欺の実態なんですよね。で、なんで、この、 2017年ぐらいに、まあ、こういう Amazon 詐欺がうるさくなった後に、その経過として現在2019年の今8月ですけれども、現在アカウントの申請登録自体が難しくなったのかっていうのをもうちょっと具体的に、この後の時系列で話させていただきますね。Amazon 詐欺が横行しました。 で、アマゾンとしては当然ながら対処する必要があるわけですね。で、毎日毎日多くのセラーからセラー登録したい、セラーアカウントを作りたいっていう申請が来るわけなんで、まずはアマゾンとすれば、一つの、まあ、制約を設ける必要があった。その制約っていうのは、アマゾン詐欺を行っている人たちっていうのは、まあ、小口登録を行っているわけです。 で、小口登録を行っている人の中では、しっかりやってた人もいたんだけれども、小口登録から大口登録に変更することができないように制約を設けたんです。これが2017年から始まって、2018年の1月ぐらいまで、そういった制約ができたんですよ。で、その後も、あの、一時的にまた小口から大口への変更ができないっていう制約を設けたんですよね。これは Amazon にとっては合理的な処置だったと思います。対処だったと思います。っていうのも、そのアカウント アカの申請とか、小口から大口に変更するだとか、そういった手続きっていうのは毎回証明をする必要があったわけなんですね。まあ、当然なんですけど、そのアカウントの登録情報とかチェックしたりだとか、ものすごく手間がかかる作業だったんです。で当時の Amazon っておそらく、もうすでにある既存のアカウントのまあ、詐欺の対処だとか、いろんな報告の対処とかで、もうとんでもなく手間取ってしまって、 ていた結果、その新規の参入者だとか。あとは小口から大口に変更したいとか、大口から小口にして、また小口から大口にしたいだとか、そういったことを対処する。 手が回らなくなったと思うんですよ。で、優先すべきっていうのは、正直小口から大口に変えたいっていう人よりも、その詐欺のアカウントを撲滅するってことが一番の事項だったと思うんですよね。優先事項だったと思うんです。だから、その小口から大口に変更するっていうことができづらくなったっていう時期がありました。で、その後、さらにね、副作用っていうのがあるんですけれども、じゃあ、例えば、 2016年までは誰でもアメリカアマゾンでも日本アマゾンでもアカウント作ることができました。で、この後アメリカアマゾンにフォーカスした話をしますけど、で、2018年に、17年の終わりか2018年ぐらいに、私の生徒さんで初めてアカウントの登録を行ったら、その後アカウントが停止されちゃったと。別商品もまだ買い付けてないし、何も悪いことしてないし、ちゃんとした情報でね、やましいことなくやったんだけれども、アカウントが 作った直後にダメになっちゃったっていう報告が入ったんですね。で、その方は別のメールアドレスで登録したら問題なく行けたんですけれども、それが2017年、18年にまあ1件起こったと、初めて起こったと。で、その後2019年に入って今度は2件起こったんですよ。要するにアカウントを作って場合によっては まあ商品をそろそろ入れようと思ってたタイミング。まあ当然なんですけど、アカウントを作ったら商品を入れて初回の手スマを行うっていう流れになりますから、商品を入れようとしたタイミングだとか、もう商品をそれこそアメリカ Amazon に送っちゃってるんだけど、その最中にアメリカ Amazon のアカウントが停止になっちゃったっていうパターンすらあったんですね。 これ比較してみると、2016年まではそういう事例は0件。2017年もしくは18年ぐらいにまあ1件。で、2019年に2件って、この012なんで、すごい少ないように感じるかもしれないですけど、よくよく考えてみてください。我々がアカウントを登録するっていうのは、何のハードルも本来はないはずなんですよ。だって、我々が我々の個人情報を使って、クレジットカードを登録して、 銀行口座ペイオニアを設定してアカウントを登録するって、それ当然ながらセラーになりたいっていう人たちの当然の権利として初めの一歩としてそこに本来障壁っていうのはなくて当然なはずなんですね。しかしながら今お話しした通り2017年からのアマゾン詐欺グループ。 の問題が起こってからアカウントの登録っていうのをどうしても厳しくせざるを得なかった。要するに事前にそういった危なっかしいアカウントを排除しなければいけないっていう考え方をしっかりと設置して防護ネットを設置しておかないと一回先アカウントを作らせちゃうとその後っていうのはもうやりたい放題にされちゃうわけじゃないですか少なくとも2、3週間単位でね。だから厳しくせざるを得なかったっていうこともあります。 あと、もう一つ悲しいことに、これは確定というか断定はできないんですけれども、生徒さんが初めてアメリカ Amazon のセラーアカウントを作った。 これは生徒さんにとっては自分の情報で初めて登録したっていう感覚があると思うんですけどもしかしたらそれ以前にアマゾンで商品を購入したりだとか自社発送のセラーから何か購入したりだとかそういったことを通してもしくは別のどっかで何かを登録した際の個人情報が漏れてしまっていたらそのご自身の個人情報で詐欺のアカウントを作られていた時期があったかもしれないんですよね で、アマゾン詐欺集団っていうのは、そのアマゾンでお客さんの情報を収集して、で、アマゾンでその収集したお客さんの個人情報を使ってセラーアカウントを作るってことを、まあ、スタンダードに行ってたんですけど、それ以外にも我々ってよくよく考えてみたら、まあ、なんかのアプリの登録でも、どっかの、なんだろうな、メルマガの登録でも結構個人情報ってガンガン書いてるじゃないですか。よくわかんない。 お店の会員カードだとかね。で、そういった情報っていうのが、どこでしょっぴかれてるかわかんないんですよ。だから、結果的に、まあ、一つの原因として考えられるのは、Amazon のセラーアカウントは初めて作ったにもかかわらず、なんでいきなりアカウント停止になっちゃうのと。 なんでいきなり詐欺として疑われてんのと、自分のアカウントが偽アカウントとして疑われてんのって、正直、もう全く心当たりがない話だと思うんですけど、もしかしたら、もう今までいろいろ登録した個人情報の何かが、流出していて、で、その情報を使って誰かがアメリカアマゾンとかで以前、そういった詐欺アカウントみたいなのを作成してバンされたっていう、 ことがあったのかもしれないんですよ。要するに自分が心当たりあるかないかに関わらず自分の個人情報がすでに悪用されていたという過去があったのであれば事実があったのであればその個人のね、ご自身としては初めて登録したつもりのそのアカウント情報っていうのが詐欺アカウントとして紐付けられてしまったりする可能性もあるわけですね。 あとは、これも可能性としてはあり得ることなんですが、私、黒沢厚史っていう名前ですが、同じ黒沢厚史っていう名前で、しかも東京都調布市に住んでるんで、東京都調布地に住んでいる同姓同名の黒沢厚史さんが詐欺アカウントを作っていただとか、何かしら重複、重複する情報があった場合、その情報が変に紐付けられてしまって、こいつ詐欺じゃないかっていうふうに言われる可能性が、 出てきちゃうってこと。まあ、とにかく、アマゾンも必死なんですよ。そのアマゾンで買うのは安心だ、安全だっていうのが2017年に、まあ、正直一回崩れかけちゃったわけなんで、そこを再構築するために、まあ、薬期になってるとか必死になってる。まあ、当然ながら叱るべきですよね。っていう状況にあるわけなので、ここまでの話まとめると、アカウントの取得をするっていう、本来は誰でもできた、2016年までは誰でもできた作業自体がハードルになってしまっている。 で、これを時系列で見ていくと、2014、15、16の誰でもてできた時期、2017、18のだんだん厳しくなった時期、で、2019年のもっと厳しくなってきている今の時期、っていうこの流れが、どん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 二次曲線的にハードルが高くなってきてる。だから、なるべく早くとは言わないまでも、アメリカ、アマゾン、例えば中国、アメリカ、アマゾン、ご興味持ってくださっている方っていうのは、 まあ今すぐとは言わないですよ。そういう煽り方は絶対したくないんですけども、予定よりも1ヶ月でも2ヶ月でも、できればもう半年でも1年でも、早く、 アメリカ、アマゾンの物販っていうのは始めた方がいいんです。アカウントを作るだけじゃなくて、アカウントを作って、そのアカウントで実際にテストマーケティングを行う。さ、ま、ら、あ、に細かく言えば、アメリカのアマゾンの倉庫に商品を納品して販売したっていう実績まで出れば、そのアカウントっていうのはものすごく保護されるというか、あ,あ、詐欺やないんやっていうことがわかります。当然なんですけどね。だからアカウントを作っただけで放置してるっていうのも、それもあんまり意味がないんで、そのアカウントを作りましょうっていうよりは、アカウントを作っ テストマーケティングまでを行いましょうってここまでやっておけば一安心ですよっていうことなんですよね。 だから最近実は3ヶ月コースで、現在24万、あ、29万8000円っていうことで、3ヶ月コースっていう短期コースを設けさせていただいてるんですけども、もちろん諸事情、諸事情というかいろんな理由があったんですけど、その中の一つっていうのが、このアカウントの取得自体にハードルが出てきてしまって、その詐欺アカウントだとまあ誤解されてですよ。精錬潔白にもかかわらず、そういった誤解をされがちになる、されやすくなっているってことが言われると思うんです。 で、あとはですね、ちょっとね、関係ない理由に感じるかもしれないですけど、焦りやすい方だとか、妙に不安音になりやすい方っていうのは、アカウントバンされる傾向にあります。アカウントを作った直後ですよ。アカウントを作った直後に、その、妙に不安になったりだとか、焦ってしまう方っていうのは、なぜかアカウントっていうのが停止にされる可能性っていうのが、私の今まで収集した情報、統計学上は高くなる。 っていうことも分かっています。で、これは私の推測ですけれども、人間って例えば焦っていたりだとか、あとはすごい不安になっていたり、 だとかすると、行動が不自然になりますよね。例えば、駅のホームで駅、電車を待っている人がいて、まあ、すごくなんかに遅刻しそうだと、予定に、用事に遅刻しそうだってなった時に、駅のホームでなんか、行ったり来たりしたりだとか、なんか不自然に髪の毛ずっとかきむしったりだとか、人ってその不安感だとか、焦燥感、焦ってる気持ちっていうのが必ず行動に出るんですよね。で、それっていうのは、アメリカのアマゾンのアカウント一つ作るのでも、 起こりうることだと思うんです。例えば、申請しました。必要書類を提出して申請しました。そこで待ってりゃいいんだけれども、焦ったり不安だったりすると、この自分のアカウント大丈夫ですか今の審査状況どうなってるんですかみたいに、やつぎ早に、例えば Amazon にしつこくね、何度も何度もで、あの、連絡してしまったりする可能性すらある,あるわけですよ。で、私が思うに Amazon の人工知能っていうのがどのぐらいまで秀逸なのかわかんないですけれども、アルゴリズム的にどういう人が、 挙動不審で、どういう人が危なっかしいのかっていうのは、おそらく判別するようなボットがあると思うんですよね。で、アカウントっていうのは、申請っていうのはもちろん、一人一人ね、その証明書っていうのをチェックする人、我々の身分証明書、パスポートだとか、免許証だとか、ガス会社だとか、公共料金の住所と名前が載っているような証明書とかを、あの、目視でチェックする人もいらっしゃるとは思うんですけれども、他にも、 おそらく完全手作業ってわけではないと思うので、ボット、要するにアルゴリズム、ロボット、システムによって、うまく判別するような、なんかシステムを構築してると思うんですよ。で、その中で人間の不自然な行動っていうのを、おそらく、まあ、01言語でね、 しっかりとプログラミング的に選別するようなシステムっていうのもある程度兼ね備えてると思うんですよ。まあ、簡単に言えば嘘発見器みたいなシステムを組み込んでいて、こういう行動を行う人に関しては要注意だみたいなことが振り分けられている可能性があるわけなんですね。で、焦ってる人だとか不安を,を妙に感じてる人っていうのは、なんか不自然な行動を結果的にとってしまう。なんとも、 連絡するだとか、何度も送信してしまう、送信ボタンをクリックするだとか、そういうところがおそらく見られていて、結果的にその妙に不安がっちゃう人だとか、妙に焦っちゃったりしてる人っていうのは、Amazon から詐欺と疑われやすい状況になっている可能性もあります。今回の話、まとめさせていただきたいと思います。 今までの流れっていうのを、この4、5年の流れを考えてみると、正直に申し上げれば、アマゾンのアカウントを、アメリカアマゾンのアカウントを取ってで、初回テスマを行うっていう作業を行う作業までを、なるべく早くやった方がいいと思います。それは、私が2014年とか15年とかにアメリカアマゾンのアカウントを取った当時と、今の現状っていうのを見比べてみると、一目瞭然なんですね。 で、これ別に Amazon のアカウントだけじゃなくて WeChat とかもそうなんですよ。WeChat も私2015年6年ぐらいに WeChat のアカウントを持っていて、で、そっから一時的に私 WeChatPay とかで支払いとかやってたんですけれども、使いすぎちゃって、一時的に使用けになったこともあるんですね。 その WeChat に入れていた電子マネー。まあ、Suica とか Pasmo みたいなもんですよ。WeChat の電子マネーが塩漬けになったりもしたんですけれども、でも、その2015年6年から WeChat アを持っていてずっと使っている、普段からやり取りしているっていう実績があるので、私のアカウントって結構強い。要するに信頼されているとか、そのアカウント停止になるっていうのはないんです。一方、新規でアカウントを作った人っていうのは、新規で作った直後にそのアカウントが停止になったり、バンされたり、疑われたりっていうことがあるんですね。 で、WeChat だけじゃなくて、Twitter とかもそうですよ。昔から Twitter やってる人のアカウントっていうのは、そうそうバンはされないんだけれども、アカウント停止とかされないんだけれども、最近のアカウントを作った人で、しかもやりとりとかが、まだ全然ない、つぶやいていない人の、まあ、Twitter っていうのも、すごく簡単に、なんて言うんでしょう、疑われて簡単にアカウント停止に追い込まれたりするんです。その SNS のいろんなアカウントでも、Amazon のセラーアカウントでも、 WeChat でも何でもそうなんですけれども、前からやっていたってただそれだけ前から使っていたってそれだけ随分前に登録してちゃんと、あの、細々とでもいいから物販をずっとやっていたっていう、その事実、その経歴それ自体がものすごく強みになるっていうことを最近実感しています。 で、私、中国で銀行口座持ってないんですけど、私、2016年に初めて公衆行った時には、まだまだ作りやすかったんですよ。でも、それ以前っていうのは、本当誰でも中国の銀行口座、どんな外国人でも作れた時期があって、で、2016年から厳しくなってきて、2016年前後から厳しくなってきて、今ってなかなか外国人ってパスポート見せただけだ、だけじゃ、中国の、 銀行コ乏講座って作れないっていう状況に至っちゃったんですよね。 だからこういったのも単純に昔作っておきゃよかったっていうだけの話じゃないですか。で、こういうことが大にして起こりうります。で、アマゾンのアカウントに関してもおそらく今後もっともっと厳しくなることが予想されます。過去4年間5年間のデータ、推移っていうのを見ているとそっから導き出せる結論とすれば今後もっともっとアマゾンの個人アカウントっていうのを作るのが難しくなってくる。それは単純に詐欺をあの、 止めようというね。しっかりと。 瀬戸際で詐欺を止めようというアマゾン側の考え方もあれば少し言及させていただいた通り皆さんの個人情報がいつの間にか勝手に使われている可能性が時間が経てば経つほど多くなってしまうからっていうのもビビ、まあ、たるものではあるのかもしれないですけどあります。ですから今後皆さんがアメリカアマゾンやりたいっていうふうに思ってくださっている方別にあの海外物販やりましょうっていうわけじゃないんですよ。だってアメリカアマゾンで商品販売するのは日本アメリカっていうそのアマゾン輸出だってあるわけ ですからねだから別に海外物販の生徒を妙に集めたいから煽ってるってうわけじゃなくってそのアメリカアマゾン単体でいうとで日本アマゾンも同様のことが起きてると思いますから何かしら早めに行動を行っておく焦っちゃいけないけれども少し早めにやっておく進めておくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますし。 あともう一つだけ申し上げさせていただくと、結局後回しにしようと思えば何だって後回しにできるんですよね。<laughs> いくらでも後回しにできるんですよ。だから結果的に、なんだろうな、やりたいなって思っててやる人もいらっしゃるんですけど、やりたいなやりたいなって言ってて、2年も3年もやらない人の方が大多数です。それって、まあ、どのビジネスでも言えることだと思うんですよね。 だから、何かしらの、まあ、踏ん張りどころってわけじゃないですけれども、その、やるやらないのスイッチってほんと一個なんだけど、そのスイッチを置かない、そのスイッチを押さない人っていうのは、本当何年も何年も押さないです。で、何年も何年も押さないんだったら、初めからやりたいなんて言わない方がいいと思うんですけど、正直。まあ、きついこと言っちゃうとね。で、やるんだったら早めにやっといた方がいいんじゃんっていうふうに思うんですよね。で、アマゾンっていうのは繰り返し、 なりますけれども、まあ、やりたいって思うタイミングが一番ではあると思うんですよ。少なくとも今すぐやんないとダメだっていうわけじゃないし、私が行っている中国、アメリカ、アマゾンの物販っていうのは別に5年後だって、10年後だって理論的にはできるし、私は一生続けていく所存だし、死ぬまでアマゾン物販続けていくわけですよね。 しかしながら、その一年後やった人と、まあ、例えば今月やり始めた人の違いっていうのは、一年分の経験が違うわけですよ。要するに、一年後始めた人っていうのを別に始められるんだけれども、一年分の経験をその間に詰めるってことを考えると、すんな is better っていう言葉が英語にはありますけど、より早いのはより良いっていう言い方ですけど、それは確かに言えると思うんですよね。あともう一つさらに付け加えさせていただくと、我々の時系列、自分たちの主観的な考え方だと別に 一年後始めても二年後始めてもいいじゃんってなると思うんです。でも我々って例えば親孝行したいだとか、子供にもっと笑顔にさせたいとか、奥さんを幸せにしたいとか、旦那さんとこういうところにね、海外旅行行きたいだとか、いろんな、まあ、夢とか、まあ、デザイアっていうと日本語だと欲望って意味ですけれども、まあ、良い意味での大使だとか、そういったもの大きな志ですよね。 そういったものがあるわけです。で、自分の場合は、父が去年亡くなっちゃいましたけど、親孝行したい時には親はなしっていうのを痛感したんですよね。それは要するに、自分の中では別に1年後にやろうが2年後にやろうが大差ないことでも、自分の周りの自分が本当に幸せにしたい人にとって、 の時系列にとっては、1年後2年後っていうのはもう途方もない先の話だったりだとか、うちの父の場合だと、まあ来年ね、親孝行して父ちゃんと一緒に九十九里浜行ければいいなって思ってたのが、去年亡くなってしまったわけですから、もう遅すぎたわけですよね、行動を起こすには。 だから、自分の周りの本当に大切にしたい、特に自分よりも年上の人たち、親だとかおじいちゃんおばあちゃんだとかの時系列を考えると、自分たちの感覚で1年後でも2年後でも変わんねえやっていう話をしている場合じゃないことっていうのが結構あると思うんです。正直なところね。で、自分自身っていうのは本当にそれを痛感したから、父が亡くなって、痛感したことではありますから、そういった意味でも、それなりに、 早く進めてかるべきなんじゃないかって正直に私自身はね、自分自身のまあ心臓を舐めたというか、そういった経験から感じています。焦らせてるつもりはないんですけど、小説家のカイコー・タケシ、カが言っていた通り、まあ本人もね、カイコー・って言ったり、タケシって言ったり、サインでケンって書いたり、タケシって書いたりしてたんで、まあどっちの呼び方でもいいと思うんですが、日本三文オペラだとか、そういった、 有名な小説を書かれた海溝兼海けしの言葉で、悠々として急げっていうスローガンがあります。悠々として急げっていうのは、どういうことかっていうと、まあ、ゆったりドーンと構えててもいいんですよ。ただし急ぎましょうってことです。要するに、せかせかして焦れとか言ってるわけじゃなくて、テンパって焦れって言ってるわけじゃないんですよ。 要するに、悠々としましょうと。せかせかしたりだとか、焦燥感にかかれ、かられて、わーってなる必要はないけれども、急ぎましょうと。焦る必要はないけど、急ぎましょうと。平らにはなっちゃいけませんよっていう言葉なんですが、本当にこの悠々として急げのスタンスで始めていくと、一番それがやっぱり理想的なんじゃないかなって個人的には思います。今回はアメリカアマゾンのアカウントを、 登録する、大口セラーとして登録する、セラーとして登録すること自体に、障壁がどん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 出てきてしまっていますから、もちろん繰り返しになりますが、皆さんが、 やましいことなくね、アカウントを作るんですから、理論的には誰だってアカウントは作れます。しかしながら今までお話ししたアマゾン詐欺のことだとか、あとは個人情報流出が悪用、流出されて悪用されている可能性だとか、そういったも,ものも加味して考えると、早めに物販を始めて、で、初回テスマまでは行う、最初の販売を行うっていうところまでを進めていった方が、得であることは、まあ、絶対的な、 に確かなことなので、今回シェアさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。